盗みに行ったら喜ばれる言葉とは。これチャンスです。はい、どうぞ。若林さん。生まれてきてくれてありがとう。違います。おい、こんな悲しい番組あるか。キザじゃないんだ、お父さん。あ、間違えた。何言うなんだ。答えてもいないじゃないかよ。え、ごめんなさい、春日さんどうぞ。最近魅力的になってきたな。いや、なんか